はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーステージ3ソロモンの悪夢やっていきましょう。アナベル・ガトー、一年戦争時、その戦いぶりからソロモンの悪夢と恐れられたジオンのエースパイロットである。だが、その彼の誇りと信念は、一年戦争最終決戦の地、ア・バオワ空で泥にまみれた。待て、ガトー。飛行の母艦ドロアは沈んだ。バカな、あのドロアが。我が総帥ギレン閣下も亡くなられた。我々の艦隊は、これよりアバオワ空中域より撤退する。我らは生きて総帥の志を継がねばならんのだ。生き恥をさらせと、私は行きます。ならん、ガトー。今は耐えるのだ。生きてこそ得ることのできる栄光をこの手につかむまで、その命わしが預かる。いいな。ア・バオワ空戦。ジオン公国の敗北を決定づけたこの戦いにおいて、エギ・ユデラーズとの開口こそが彼のその後の運命を決定づける。そして宇宙世紀0083、地球圏最大のジオン残党勢力デラーズフリートは、連邦軍のガンダム開発計画で開発された核搭載型モビルスーツガンダム試作2号機を強奪したことを契機に宣戦を布告。これに対し連邦軍は、かつてソロモンと呼ばれたジオンの拠点コンペイ島にて新造戦艦による艦艦式を行い、軍の威信を見せつけようと図った。星のクズは着々と準備を進め、ガトーも昔日の地であるソロモンへと帰還する。宇宙か。うちの軍の試作1号機フルバーニアンに換装してないんだけど。え、フルバーニアンと試作1号機って多分別だよね。でもまあ普通の試作1号機もね、宇宙で戦ってましたけどね。ボロクソにやられてたけど、多分宇宙 D とかのはずなんだよな。観測員何をしていたって、やっべえサボってたみたいな。シーマ艦隊か。おお、優先権とかあるんだね。これさ、強引にさこう来たけどさ、これ回避できなかったらどうするつもりだったの。大事故じゃ済まないでしょう。ソロモンの悪夢。デラーズフリート軍事拠点茨の園。バラが置いてあるね。そういう趣味なのかな。マシュマーみたいな趣味のやつがいるのかな。
シーマガラハ宇宙差か。告げ口してるねガトウ5人した時点でさ、これシーマにさ火があるよね。5人なんだから、だって間違えたってことでしょまあ一応秘密基地的な感じだからね。いやでも楽させてもらえるならそれはそれで助かるよ。ありがとうございます中さん。そりゃそうだよ、中佐待遇だからね。ガトーは少佐だからね。ずるいよそんなの。庄司なんだシーマのことは。まずは戦力を補充すると。これはシーマ艦隊との戦闘かな。また意外に近い距離にいるな。ザンジバル級。あれこの時って試作1号機どうなってたっけ。フルバニアに完走前だっけ。
まあ一応マイナスされてないだけマシだよね。2対2だみたいな。キースがいるからマイナス1して2対2みたいな。ジャブルより緊急入電。デラーズ閣下の演説かな。地球連邦軍並びにジオン公国の戦士に次ぐ、我々はデラーズフリート、いわゆる一連戦争と言われたジオン独立戦争の終戦協定が偽りのものであることは誰の目にも明らかである。なぜならば協定はジオン共和国の名を語る売国奴によって結ばれたからだ。我々はいささかも戦いの目的を失ってはいない。それは間もなく実証されるであろう。お、シーマ様が出るかな。うん、乾燥してないね。あ、こっちか。敵ね。なるほどなるほど。全然色今回気にしてなかったな。もう珍しいね。じゃあシーマ様がウラキを倒すと、まあ所詮は地上用だからな。これシーマ様やっぱ前に出した方がいいよね。で、あとはターン制限はなかったから、ちゃんと援護ができる位置を陣取って、誰か、こいつらしか乗ってないか。まずは2人か。我々は日々思い続けたスペースノイドの自治権確立を信じ、戦いの豪華に焼かれていった者たちのことを、そして今またあえてその火中に飛び入らんとする若者のことを、グループ攻撃入るかな、入らない、もうちょっと進んでおいた方がいいね。心からの気である自治権要求に対し、連邦がその強大な軍事力を行使してささやかなるその目を摘み取ろうとしている意図を証明するに至る事実を私は存じておる。いやー、でもこっち不利だな、やっぱり。え、ジムカスタムってこんな強えんだ。専用大型ビームライフルなんて持ったっけこいつ。え、4400、無理っぽくね。3800だ、無理だ。3機でやっても無理か。じゃあグループ攻撃でこいつは倒して、こいつは減らそう。 65% 両方当たった。これは早々にこう倒さないとダメだな。戦艦をね、狙ってきてくれるのは助かるけど、てかめっちゃくちゃ命中率低いな、なんで。これはかわして一応支援防御をかけよう。お互いがお互いをフォローする。よし、いいね。我々の戦艦を見るがいい。連邦の RX78GP02A は核攻撃を目的として開発されたものである。南極条約違反のこの機体が密かに開発された事実をもってしても、よろわしき連邦の悪意を否定できうる者がおろうか。顧みよう。なぜジオン独立戦争が勃発したのかを、なぜ我らがジオンズの大君と共にあるのかを、我々は3年間待った。もはや我が軍団にためらいの吐息を漏らす者はおらん。
てか死ぬマジで死ぬ。強いよジムカスタム。どうしよう、戦艦を前に出そう。ちょっと待って、前に出れねえし。ちょっと下の方に配置して、シーマ様がまずい。よし、ここだ。どうしようかな。1万は減らないよね多分。ゴー、マジで戦艦を壁にしないと無理だ。裏木、もう少し前に来たね。エネルギーがなくなっちゃったよ。よしよしよし、ナイスナイス壁役。まあ、まだ大丈夫。これ食らったら死ぬんじゃない。支援防御をかけてもらおう。おお、よくかわした。今和光殿の熱き血を我が血として、ここに改めて私は地球連邦政府に対し宣戦を布告するものである。張り初めの平和へのささやきに惑わされることなく、繰り返し心に聞こえる祖国の名誉のために、ジークジオン。南極条約っていつまで生きてるの？戦争が終わったら終わりじゃないの？そもそも戦争のための条約じゃないのか。とりあえずジムキャノン2を倒そう。大型ビームライフルでしょ、もちろん。これは大丈夫なはずなんだよ。 76%。 よし、3500しか当たんないんだ。ダメだと思ったらやっぱりダメだ。テンションは上がった。あ、そうだ、これ多分勝手に回復しないパターンだよね、戦艦に所属してるから。12000とか、マジか。これ総攻撃かければ倒せるかな。エネルギーにも気を使わないといけないからな。シーマが何回攻撃できる。ビームライフルが16。あ、まあ結構大丈夫だな。じゃあゲルググでマシンガン撃ってシーマで援護して、戦艦はどうかな。1回しか援護できないか。いいや、もう当てとこう。まずこれが全弾ヒットすること。かわされた。2500。いや、ちょっと全弾ヒットさせたいな。ようやく当たった。リリマルレーン超命中率低いんだけど、何これ。ここでもう一回セーブして、やっぱ確実にやっていきたいからね。まあ、もしかしたら戦艦当てなくても大丈夫だったかもしれないけど、ちょっと怖いから、まずはこいつ単独で、あ、スパイクシールド、はい、無理だね。マシンガンを撃って、よし、これでシーマ様が最後専用のビームライフルで決めると。うまく動かない。フットペダルの加減か。
なんだ、バランサーがイカれてるのか。いや、みんなイカれてるよ、ここのモビルスーツ。これがガンダムかい。みんなバチバチいってるよ。まずはお手並み拝見と行こうじゃないか。ほらほら、お仕置きの時間はこれからだよ。しまった。そんな機体が宇宙で動くものか。バーニング隊。私の動きについてこられるかい。落ちな。早い、やられてばかりはおらんよ。当たりゃしないよ。沈め。引き際です。聞いてった。素直だね。まあ確かに1号機でね、よく頑張ったよ。夜のオーストラリアの話ってなんだ。おお、バーニング隊。何が起こった、バーニング隊。特に描写はなし。こいつ士官なんだ。ああ、確かに制服の枠が青くなってんね。カリウス。
カリウスも詩人だよね。よくこんなこと言うよね。右にいるドムは一般兵。別に何もなき一般兵かな。話しかけられずに。これはね、気分の問題だよね、多分。おお、この時って戦艦何隻いたんだろう。すっげえいっぱいいるよね。こいつは将校か。観艦式って何すんの？マジカリウスは詩人だな。おお、ザクがやられた。これなんだっけ。なんか多分ガトーを到着させるんだな。こっちも出して、どっちだったっけ。こっち少しね変わった気がするんだよな。ペイルライダーをね入れたんですよ。ペイルライダーを手に入れたんで、アンネローゼを乗せてますと。それくらいかな。バーミンガムと交戦。7ターン以内にガトーがバーミンガムと交戦か。道を切り開かないとね。そうすると自動砲台か。あのザクは自動砲台にやられたのか。ミサイル当たるね。どうしようかな。こっちの部隊を少し出すか。ビームキャノン強いんだけどね。エネルギーの消耗が激しいからね。これてか試作2号機ってさ、これ核弾頭持ってんのかな。お、ハイテンション超えた。ちょっと見てみよう。持ってねえし。なんでだよ。
核はまだ使えないということか。でここはちょっと雨を出していくか。機動性が少なくてね、やっぱり重装フルアーマー7号機は命中率が若干低いんだよね。こいつはモビルスーツ乗せてんのかな。乗せてはいないか、基本的には。サラミス海 WAT3、 後ろの方にブースターみたいなのがついてんね。戦艦が多いな。基本的にモビルスーツはないね。じゃああんまり気にせず破壊していくか。あ、しまった、なんかガトーで倒した方が良かったかな。大丈夫かな、7ターン意外に時間はあるからな。まあ、ガトーの腕だったらアムロと一緒に行けば突破できるでしょ。一応カリウスとかも進めとくってか。これ移動力すごくね、リックドム。これ多分5だな。あ、6あるわ。ちょっととろそうなイメージがあるけど。どうする、ノイエジールを使うか。ノイエジール2だし。まあいいか、入ろう。出て速攻引っ込んでいくからね、このでかいモビルスーツが。モビルアーマーか。ちょっと回避をしておこう。でサラミスはね、多分一発で倒せないんだよね。一回当てておいて。あと6ターンでしょ。こっちか。交戦すればいいわけだから、普通に行ってなんかギリギリっぽい気もするけど、どうだろうね。とりあえず一回チャンスステップはやっておくか。ジャイアントバーゼーカ一発当てて、でバルカンか。バルカンどうなの、いくつ当たるかだな。まあいっか、あとであのジムをぶっ倒せばいいだけだから。このようなピケットなど、ピケット倒せない。弱い。もう半分くらい使ったな、エネルギーを。とりあえずこの瞬間破壊しておくか。ピンポイントであれば一番当たるでしょう。余裕だね。っていうか一発で倒せそうだな。機動性を上げていこう。いいね、アムロも強気になってきたよ。落とす、21500、全然余裕だ。他のサラミスとかどうしてんだろう。全然追撃に来ないけど、ちょっと暗礁注意が多くてあんまり進めないな。やっぱ排除に回るか。ジムってあれなんだ、パワードジム。もう50レベルになるな。あ、ジム回か、普通の。あー、これどうしよう、破壊しとくか。リュウ届くかな。お、届くね。これも破壊しとくか、一応。
大型ビームサーベル。フユジール2マジ強えな攻撃力280とか。ここら辺にあんまり敵がいないんだな。1体残すとかは別にいいからね、ジムなんて。真ん中のジムを取っておくか。これは回避しないと倒しちゃうから、一応予備で取っておくか。このジムもサービス。射程が長いな、戦艦さすがだな。ザンジバル、まずはリックドム。ジャイアントバズーカが 68% か。回避されるね、普通に。我々の理想を阻む者は排除させてもらう。そっ、こいつの声ね、カミーユと一緒なんですよね。え、マジでって思ったけど4300当たるか。3500、5200、全然当たるわ。よーし、いけっかと。で一応フルハンマーを護衛につけていこう。さすがに集中砲火を食らうとまずいから、左右は排除していこう。でこのジムはもう倒しちゃうか。戦艦がマジ遅い。これはこれでいいか。ジム対ドム、おりゃ。で回避して、回避しよう。あと4ターン。艦砲射撃で減らしておいて、てか倒したか。まあそれはそれでいいけど。ビッグドム2、いやこれ移動力半端ねえなこいつ。宇宙 A、 やっぱ宇宙 A っていうのがいいんだな。12345、あそうだよね、移動力6あるけど B だと移動力起こってるもんな。4ターンだから、まあ、このターンはこれで大丈夫でしょう。で次のターンでジムを倒しつつ進んでいくと。メガビームキャノン分回復してないよな。しかしガトーなら所詮連邦の下っ端兵士など楽に倒せるはずだ。精密射撃、いやーアムロも成長してきたね。でも時代が進むと逆シャーのアムロとかになるからな。また鍛え直さないといけないんですよね。そうするとノイエジール2で、そしてこうファンネルあるかな。ファンネルを見てみよう。来い、俺の本気を見せてやる。うわバカな、こんな場所で、なんだと、こんなことが、なんだと、こんなことが、同じセリフだ、同じ人が乗ってんだな、双子かな。しかも観艦式のところ、こんな場所でとか言ってるし、あれなんかさ、画面のさ、上の方に見えるのってあれペガサス級じゃん？これ。これサラミスじゃないよね、ペガサス級だよね、見た感じ。
これ全部サラミスでしょ、他のやつ。これだけペガサス級だよ。なんであそこに2機配置されてるんだ細かいね。じゃあこっちももう倒しちゃおう。ここら辺見てると自分ユニットは育ててないと無理だね。3機しかいないからね、ゲストユニットが。相手当たった、くそー。しかもさ攻撃してこねえし。ビッグドーム2の機動性をなめるなよ。あ、無理だ、こいつしか入らんわ。一応支援しよう、バルカンとかね。これさ、もう一発さ、もう一発どころじゃない、普通に大丈夫だ。ビームサーベルの直撃をさピンポイントで当てれば通せるっしょ。うんうんうん、ソロモンの悪夢にかかるとか経験値もったいなかったな。でこいつ倒して、あ、もう全然余裕だな、全然余裕だ。チャンスステップ使わなくてもいけそうだから、あんまりね急ぎすぎてもね次の対処が大変なんで、ちょっとゆっくり行きましょう、ゆっくり。フルアーマーガンダムもねエネルギーがないんで回復させつつ、戦艦が来るのを待って、これガトーに攻撃してこない。いや連邦軍ってこんな無能だったっけ目の前にモビルスーツが迫ってるのに何の対処もしないっていうそりゃ連邦軍も腐るわこんな兵士しか育ててないんだったら。あと2ターンでしょ。でここで行って、で次攻撃すれば終わりでしょ。よしよしよし、じゃちょっと戦艦を破壊しておくか。どんどんユニットのレベルが上がっていくな。フィジーもう8だし。こいつら元気だな。ここでね倒したいんだよね。まあ、パーフェクト順号出して移動力がこいつも半端ねえな。メガリフォー9000で、このネフィックス、これをちょっと鍛えたいから、であとジョニー・ライデン、どれくらい進める。おお、ジョニー・ライデンもかなり機動力あるな。でこれで倒せるかな。あ、全然倒せるわ。で、多分ビームライフルを撃って、ああ無理か、届くかなと思ったけど届かなかったか。まあいいや。よし、排除完了。さあ次のターンで交戦しましょう。倒そうこいつも、もうめんどっちいから。さあ、あと一旦これはもうちょっと先に深くで攻撃を仕掛けよう。ガンダム2号機どこだ。上です、コンペイトーの。なんだと。
待ちに待った時が来たのだ。多くの英霊が無駄死にでなかったことの証のために、再びジオンの理想を掲げるために、星のクズ成就のために、ソロモンよ、私は帰ってきた。いや、やっぱりこのシーンはかっこいいよね。てかさ、宇宙で核を使うとどうなんの？あんまり放射線の影響とかはないのかな？かなりの被害を受けたよな、連邦も。フルバーニアに乾燥してきたか。おお、乾燥してあるね。聞こえているだろう、ガトー。お前が忘れても俺は忘れない。俺は決着をつけるまでお前を追い続ける。しかし私の勝ち戦に花を添えるだけだ。そして貴様に話す舌など持たぬと言ったはずだ。ん、どこに出てくる舌。でアンノーン。が上。お。でもパクれるのはジムカスタムだけか。ガンダム試作0号機。ここで投入してくるんだな連邦は。じゃあどうしよっかね。これはアムロでなんとかするか。であとはちょっと下を向いて。帰るかね。帰りなさそうだな。一旦待つか。解凍して。こいつは帰れるね。で、少し下に行くか。あとはモビルスーツを積んでるかどうか。あ、積んでるね。ジムかい。うん、パクリに行こう。あ、いたんだ、忘れてた。あれ、なんか狙ってきたよ。狙撃されたんだけど。いったー。4000、攻撃力ダウンとか。何、アムロに当ててくるとは。かなりのパイロットと見える。てかさ、これビームサーベルとバルカンだけで対処しないといけないの。射程が4だから、ここまで来て1、2、3、4、5、ここに4。ビームサーベルで対処しないといけないからね。ではアムロいきます。ゴー。射程から出た。こいつこれ以上やらせるか。19200って強くねえか。
通ったってそうはいかないぜ。もらった。まあ、最悪ね、フルアーマーガンダム7号機はパージできるんでやられても。やるな、連邦のエリート兵。さすがエリートと名乗ることだけはある。でこいつらもちょっと全員帰還させて、進むか。ま、ミサイルが安定してるからな。あとはブルーディスティニー、なるべく射程の中に入れて、ビームサンペルって大丈夫だよね。火力が出ないんだよね、エグザム使わないと。ブルーディスティニー2号機はパーフェクトガンダムは結構射程が長いから、ここら辺に置いとけば大体入るよな。でどうしようかな、確実に行くか、エグザムを使って。やっぱね、攻撃力がね、まだ169とかだからな、基本攻撃力が弱いんだよね。であとちょっとペールライダーやっぱり鍛えたいんで、ハデスか、そうか、似たようなもんだからな。これはちょっと3人でいくか。テールライダーがいくつだったら5400か、2人で大丈夫そうだね。1万はないもんね。よし、ってことはここにブルーディスティニー置いて、ビームライフルで、あとはこいつのハイパービームライフルと。よし、これで経験値を稼いでいこう。だからここに置いてビームライフルにして支援をかけると。でここに置いて、もう3回動いちゃおう。で1体は取っとかないといけないんで、例によって。あ、どうだ、これでいいのか。あ、そうか動き終わったからダメなのか。じゃあパーフェクトガンダムでとりあえずビームサーベルだな。よし、でハデス使おうと。なんとなくだけど、レベルアップと。ようやく2レベルか。攻撃力あったら170台か。でここのジムは1体取っとくから、とりあえず攻撃をしておいて、誰で倒すかな。ちょっとビショップだな、ビショップ変えたい。他のモビルスーツ戦勝は上がるがレベルは上がらず。あとはここの一騎打ちか、一騎打ちではないけど、ジム会はちょっと放っておいて、お、もうモビルスーツ出てきたね、早い。しかしエグザム搭載機に当てることなどできんのだよ。お、来るね。おお、てか
めっちゃかましてんな。やっぱりね、ブルーディスティニーはね、2号機が一番使いやすい。エグザムを自分で発動させないといけないっていうのがね、結構大変なんだよね。よし、ここはもう破壊にかかろう。いて、食らった。さて、おお、死角を狙ってきたね。クラーマーガンダム7号機はちょっとあれなんだよね、射程1がないからね。こいつはタコ殴りに来たな。でこいつって回復するんだっけ、よくわかんないけど、メガビームキャノンこれで倒す。よし、レベルアップ、9レベルだな、もうもう余裕で次に行けるな。あとはじゃあ戦艦を倒しに行くから、戦艦狙えるかな。あ、入るね。さて誰で行くか。ガズエル、ビショップね、もう1レベル上げておきたい。1万5000は多分当たらんから。あ、ギャンね、ギャンも上げておきたいやつだったな、といえば。で6900、まあ7000かで8000、これをピンポイントで当てれば多分なんとかなると思うんだけど、まあ、倒せなかったら倒せなかったでしょうがない。1万3000余裕だね。よし、レベルアップ、レベル6になれば確かにグラウグロにできるはずなんで、ちょっと開発プランを確認すると、そうだね、グラウグロにしてまたそこから適当に作っていくか。メガ粒子、おっ、当たらん。でペイルライダーもう一回攻撃できるかな。真ん中の戦艦とかペイルライダーで倒したいな。6000、1万か。ここだと普通にしか、ってか普通にも当たらん。ジャイアントガトリング使わないと。ってことは U に1回攻撃させるか。ビームサービスか、出ねえな。クリティカル、そうか、今こいつは強気だったね。ジャイアントガトリング強い。ペインライダーって何になるんだ。開発プランを見てみよう。ああ、一応エグザム搭載機か、ここら辺は。で6レベルで何かになるね。6レベルまで上げるか。もうちょっとつっつかないといけないけど、シャア大佐でとりあえず攻撃をして、9000で、ジョニー大連、ロケットランチャーフリーかで9000と、もう大丈夫だな、さすがに大丈夫だな。あ、てかエネルギーあるか。エネルギーがない、なんてことだ。もうめんどくさいから、てかサルベージしないといけないから、あれか、次のターンまで持ち越さないといけないけど。あ、試作1号機もいた。ちょっと試作1号機フルバーニアンになってないからな。これ乾燥とかないよね、別に。フルバーニアンはフルバーニアンで別だよね。たまにね、乾燥できたりするんだけど、あ、できるわ。あ、フルバーニアンなれるわそういうことか。イエーイ。まあ別にどっちも変わんないんだけどさ。なるほど、乾燥タイプは便利だな。前確か別でしたよね、普通の試作1号機とフルバーニアンって。別でね、作んないといけなかったんですよ。
じゃあ、靴一旦引っ込めて。ちょっとね。あ、忘れてた。すぐ忘れんな。ここの戦いだけ続きそうだ。満足だろうな、ガトー。でもそいつは、2号機を奪われた俺たちにとって屈辱なんだ。分からんでもない。戦いの始まり全てが怨恨に根ざしている。当然のこと。く、減らず口を。よし、ビームサーベル勝負ならこっちの方が強いぞ。てかガトーとウラキの戦いは長引きそうだな。そう、じゃあこのジム隊はとっとと倒しちゃおう。よし、これで落ち着いたから、あとはこっちだ。どこだ、どこにいる。あれマジでわからん。あれこっち、こっちの軍だろ。あれいなくね、どこで戦ってる。あ、いたい、こんな上だったのか。いや、奥面とか出れるのか。いいや、1対1で大丈夫でしょう。怨恨のみで戦いを支える者に私は倒せぬ。私は義によって立っているからな。くそ、歯車となって戦う男には分かるまい。よしよしよし、1号機より2号機の方が強いな。命中率が低いね、やっぱ。これはあれかな、機動性の違いかな。所詮貴様とは価値観が違うようだな。人思いにとどめを刺してやる。くっ、まだだ。このまま勝負をつけさせてもらう。完全に直撃してるな。直撃を受けたのか。絶対助からないでしょ。あの食らい方。これだけ見るとさ、マジ流れが全然わかんないよね。なんで爆発したのみたいな。こっちの方が明らかに優勢だったじゃん。サラミス海バーミンガム無才の攻撃方シーマ艦隊使用。サウスガニングとカリウスと、お、デラーズ閣下も使えるのか。じゃあちょっと捕獲リスト見て、あ、そうだ、バイトした時にガトルを捕らえたんだった。もうここら辺は全部解体しよう。もういらないね、さすがに。いいね、10万くらい入ってくれると助かるんだよな。でグループ編成でノイズジール2がかなりレベル高いからね。サザビーとかアルファジールとか作れるんだ。これどうしよう、どっちも魅力的だね。まあサザビーかな。でサザビーはまだ置いとくとして、あとここら辺、開発ちょっとブラブロにするか。でかくなっちゃうけど。でギャンが相変わらずもうずっとこのまんまだな。ガンダムの7号機。あー、試作3号機になるんだ。でも試作3号機出れるからね。試作3号機にしよう。マイクロミサイルメガビーム砲。おー、強いね。ここら辺はもう変わらないんだっけ。変わらないんだよな。あ、フルバーニアン。どうしよう。2号機。アトミックバズーカとか超強そうだけどね。
生命は別にいらないっしょ。だってもう試作3号機作ったからね。ガーベラテトラ、シーマ様か。シーマ様はね、別にそこまで好きじゃないからな。試作2号機にしよう。俺はちょっとアトミックバズーカを使いたい。で、こいつはまだだよね、ペールライダーは。で、ネティックスは、マーク2になれんのか。ちょっとまだだな。次の次あたりで、ゼータガンダムには進みそうだけど。ジョニー・ライデンはジョニー・ライデンで行く。パーフェクト・ジオングは、ハンマハンマか。進めていく上ではハンマハンマ作りたいけどね。じゃあ、交換じゃなくて、設計。全設計。ザク2、新松永木。シャア専用ザク。あ、サザビーで作れるのか。キュベレと量産型ガンキャノン。量産型って名の付くものであれば大丈夫そうだな。新松永木の後期とザク2。あ、そう、これさっきのか。よし、OK。で、こんなもんかな。なんかを手に入れた。ニナ。ガンダム開発計画を達成。新松永、あ、そうか、新松永専用機作ったからね。はい、というところで、では0083ステージ3はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。